遠山智正は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、大名。美の国内駅場の城主、苗木藩の初代藩主。遠山智忠の三男。母は、織田信長の命で、通称は初めは、サブロベイと言ったが、後に、父と同じ兵衛に改めた。つたい、遠山智正所用の青うる死銀。 流水分半立ち大将工事2年、飯、狭間城で生まれる。元気3年、父、遠山智忠に従って、名寺市城に移ったが、その後、苗木、遠山市を継いでいた祖父ともかつが亡くなったため、父の智忠と共に、苗木城に移った。天正2年、武田勝頼が東美野に進行した際に、長兄友信は、武田方に内容し、次兄友重は、 名寺市場の落城で討ち死にした。このため三男の友政が苗木、遠山市の家督を継ぐことになった。天正十一年、東美濃の派遣をめぐって森長吉と争い、その交友を蹴って戦って敗れた。友政は、父や家臣を連れて、浜松の徳川家康を頼って落ち延び、菅沼忠氏に属した。天正十八年の小田原聖伐後、徳川氏が、 関東天保となると、坂木原康政に属して、その領地である、上野国立林に移住した。慶長五年、上杉加月活が命令に従わないとして家康が、合図性伐を始めると、石田三成が決起して、関ヶ原の役が始まった。この時、東美濃では、岩村城主の田丸直茂、苗木城主の川尻秀長、命城主の遠藤兼忠、また、 犬山城主で、木曽大官であった、石川定清など、ことごとく西軍に属した。徳川秀忠を大将とする東軍が中仙道に進んでくると知ると、彼らはこれを封鎖しようとしたので、家康は、木曽義都市の家臣、山村義勝、千村義江を競え、へ、友政を苗木へ、理系を明治へ、小里光親を小里へ派遣するなどして、 故郷に戻って兵を集めて城を攻略するように命じた。川尻秀長は伏見城の戦い等に参加して、苗木城には不在で友政は勝って知ったる丘陵に戻ると中津川駒場に放火。領民を悟して味方につけて城に攻めかけて混乱のうちに城を奪還して入城した。おのおのも各城を落としてたまる勢を岩村城に放囲したところで、 石ヶ原は、勝敗が決し、溜まる勢も投降した。徳川秀忠軍が、木空を西に向かって進軍した際に、沿道の住民はことごとく山中に隠れるなどして、離散し人がおらず、秀忠軍の兵士は食料を得ることができなかった。友もはところどころに生察を立てて離散していた、住民を家に帰らせて、米、大豆、馬などを秀忠軍に献事、 また、大井塾にて秀忠に春馬を剣じた。結局は、秀忠軍は地産となったが、東美の州のこれらの働きは家康からも称賛され、友政は川尻が没収された一万国をそのまま与えられて、内儀城と江名軍、鴨軍、一万五百国の地業を回復した。慶長十九年、大阪冬の陣では、伊勢国区罠城を守備し、翌年の大阪夏の陣では、 松平忠明の隊に属して死休二つの武功を挙げた。玄奈五年、内木城で死去した。去年六十五。法名は、ウリンジ伝信月修殿古寺。家徳は、嫡男の周遊が継いだ。ありがとうございます。